インド介入後の戦闘の推移バングラデシュ独立。戦争は東パキスタンの独立をめぐって1971年3月26日に勃発した戦争である。東パキスタン地域のベンガル人独立派に対し西パキスタン側のパキスタン中央政府は軍を空輸して武力鎮圧を試みた。殺戮から逃れようとした東パキスタン住民難民が大量に 隣国インドに亡命したことから、かねてより、パキスタンと対立していたインド政府が1971年12月3日に介入した。国力ではインドに対して不利なパキスタン軍が劣勢となり、1971年12月16日に撤退。東パキスタンはバングラデシュとして独立を果たした。この独立戦争には前史がある。 1952年、パキスタンの支配に対し、バングラデシュは自国言語バングラを守るため立ち上がった。1962年から1969年にかけてベンガル人からの激しい反発があり、パキスタンの軍事独裁者の失墜に至った。1970年、パキスタンの議会選挙があり、パキスタンアワミ連盟が過半数を獲得した。 しかし憲法に反しパキスタンの指導者たちは党に権力を譲ることを拒んだ。1971年3月7日、ベンガル人のリーダームジブル・ラフマンがパキスタン政府への非協力政策を10万人の立ち会う元で宣言した。2013年、戦争時の虐殺等の罪でイスラム教会の幹部、アブドゥル・カデル・モンラの死刑が確定。大統領は御赦を出したがモラは拒否し、 同年12月12日、死刑が執行された。2019年、インドのアッサム州では、不法移民排除を目的とする国民登録簿が作成された。名簿から除外された約190万人の多くは、イスラム教徒であり、バングラデシュ独立戦争時に、インド側へ流出した住民や子孫であった。ありがとうございます。